don't get around, but there's something about you。 はい、皆さんおはようございます。行政書士の古川ひかるです。今ね、これから出勤ということで、自宅から事務所までの道のりを散歩を兼ねてね、すごいいい天気なんで気持ちよく歩いてます。だいたい自宅から事務所まではね、歩いて5、6分ぐらいなんですけど、まあ、すごい近いんでね、ちょうどいいお散歩になってます。勤務先のね、すぐ近くに住むっていうことをずっとやっていて、これは独立開業する前からなんですけどね、法律事務所でサラリーマンとして働いていた時も、その後ね、戸建ての飛び込み営業として働いてた時も、ずっとこの習慣は続けてます。理由はね、単純に通勤時間が、まあ、仮に片道1時間だとしたら往復で2時間、この通勤時間が単純にもったいないなと思っちゃうのと、それとね、朝の満員電車がね、もう大嫌いっていうのがあって、絶対に乗りたくないっていうのがあるんで、まあ、そんな理由からね、そういう風にしてます。まあその分ね、物件探すのが数が限られてしまったりとか、家賃がちょっと高くなってしまったりとか、そういうようなねデメリットはあるんですけど、その辺のコストを考えてもね、十分にメリットがあるんで、この習慣はずっと続けてます。家賃上がっちゃう分はね、まあこれも投資なんで、その他の無駄な費用、お酒飲んだりとか遊んだりとかね、ギャンブルやるとかゲーム買うとか、そういう無駄な費用からね削って投資すればいいことなんで、職場の近くに住むっていうのはね、結構おすすめな投資です。なんて言ってたらね、もうちょっとでつけますんで、行ってきます。はい、というわけで、これからね、西麻布六本木あたりにね、完全会員制の釣り好きが集まるお店があって、そこはね、釣りが好きな人がね、自分たちで釣ってきたお魚を持っていくとね、保管してもらったり、その魚を使ってね、さばいて料理してもらったりね、そんなことをしてもらえるお店なんですけど、さっき知り合いの釣り好きの社長から連絡かかってきて、魚だいぶいっぱい釣ったみたいなので、そこに集まってみんなで魚料理食べようっていうことで誘ってくださったんで、ちょっとこれから行ってきます。まあ釣れたて新鮮のね、魚を魚料理のプロがさばいてくれるってことなので、ちょっと楽しみにしてます。では行ってきます。